このブロックの最後は川崎。はい、私は旦那がさっきから言ってるんですけど浮気するんですよ、うん、でも浮気の時の言い訳がすごい下手なんですよ。あ、浮気するくせに下手なんだ。そうなんですよ。たびたびするんですけど、なんか先週あったのは、うん、私が朝なんか車に乗ろうと思っていつも助手席に乗るんですけど、うん、ポンって開けたら助手席にすごい知らないリップグロスがポンって置いてあったんですよ。お前よ、そんな許すな。私のじゃない、何このピンクのグロスって言ったら、言ったら今メンズのモデル界でピンクのリップグロスを塗るのが流行ってる。誰が使ってるの見たことないんですよ。もうモデルもそんなやってないし、なんでモデルの流行りって言ったのか分かんないんですけど、でもリップが見つかったのは3回目だったんです。信じらんない。うわ、よう我慢してると思う。それでお前幸せやねんからな。幸せなんです。なんか今日も楽屋に挨拶行ったらリコさんに、あれまだ別れてなかったのって言われて。あんた何ちょっと言うんですか。あんた、あんたの方こそ危ないんですよ。あんたこっちが聞きたいわ。あんたまだ別れてなかったのって。すごい、言うと信じられへんな。なんかそこまで行くとなんかちょっと可愛い感じもしますよね。あ、そうか、行き過ぎると可愛いか。うん、ちょっとバカなのって思いながら。そうだ、バカなのって。もうイオちゃんにバカなのからもう最低やで。日本一やと思う。イオちゃんにバカじゃないあの人って言われたら。どう思うやせな、これは。だからすごい若いのにそういう考えを持てるっていうのがすごいなと思って、ね、まあ、若い時ってやっぱりやっと一緒になったんやから自分だけを見てほしいというか。お前こんな女でもそんなこと言うてんねんからやな。お前だから、こんな女とかちゃうの。普通女やから、普通に女やから。お前白豚やないか、どうせお前白豚でもこういうこと言うねんからな。お前、いや何だよ。いや、今何抜かしたんや、これ。いや、何が言うてたんやから。白豚やから白豚言うてた。今トークの中に白豚と関係あんのかい、こら。いやいや、豚言うて。いや、あの豚言うて。こら、サンマー、こら。サンマーって、お前。秋が深夜からで偉そうばっとんか、こら。いや、ごめんなさい。いや、そういうこと言うてん。せっかく女子トークしとるときに何やっちゃった、入れやがって、こら。豚やから。誰が豚だ、こら。何がよ、お前。いただきます、コーンと割って飲みそそるでチューチューしてるか、こら、お前。そんなことせんねん。あっちゃっそ、ほんまに。え、青か、お前は。怖かった。いや、そうでしょ。